で、ジャックした瞬間に はいどうも、ジャンダルクです。というわけで、今回は、BO3 のフリーフォール、ラスキロファニーキルカム撮っていきたいと思います。はい、というわけで、今回やっていくことなんですけど、ディジャック発動前に攻撃してくる方いると思います。あいつディジャック発動してるぞみたいな、攻撃しろみたいな、殴りに行けみたいなあると思うんですけど、そういう方今回ターゲットにやっていきたいと思います。はい、というわけで今回は、リジャック発動前に C4 だとかいろいろといたずらしといて寄ってきた敵をそのまま爆破キルやっていきたいと思います。やっていきましょう。さあ、というわけで今回こちらのファニーキルカムなんですが、一味簡単そうに見えて実は結構難しいっていう、結構やり取り直ししてますね今。はい、何が難しいかといったら、単純にそのリジャックの下にこう C4 隠しといたらそのまま C4 敵さんがそのまま C4 抜いちゃってセルフアシストキルなっちゃったとか、あと28キルぐらいで殺されちゃって、なんだ、ディジャックが発動を間違えて誤作動してしまってできなくなったっていうのも多いんで、やっぱスペシャリスト系のファニーキルカムってやっぱ難しいですね。そうですね、そうですね、はい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 。というわけで今回こちらのインフェクションというマップでやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。さあ、インフェクション、ここのマップ結構好きなんですけどね、なんか敵さん強いですね、なんか頑張ってますけど、僕も頑張りたいんですけどね。さあ、 ICR 先輩今日は燃えてくれるかな。 ICR 先輩ね、なんかねツンデレの時が多いんですよね、やっぱり。いるね、オッケー。さあ、クーダ拾っといてと。なんか安定する銃なんですけど、フリーフォールで安定って言ったらちょっと難しいんですよね。いやーマジか、これリジャック使っといてと。いるかな。さあ、なんだろうな、フリーフォールに限ってやっぱりこうベスパーでもやっぱ活躍するとき活躍しますからね。やっぱマップによってかな、マップとかプレイヤーによってだいぶ変わってきたりだとか、運ですね、やっぱり。そう、 ICR にあった立ち回りに敵さんがイモってくれるならやれるけどみたいな、すごいこう難しい武器なのかなっていう。安定っちゃ安定なんですけど、まあフリフォだとかちょっと打ち合いが多いゲームに関してはちょっとツンデレな部分あるんじゃないかなと思います。やっていきます。はい、どこ行こうかな。さあ、いますね、やっといてと。 FFAR 拾っといてと。 FFAR ね、当たったんですけど、そんなに使ってないっていう。やっぱブレが大きい銃あんまちょっと当てないかなっていう。やっといて、これ腰打ちでやりたい。ここでリジャックしといた、フリしといた。あれ死んでんじゃねえかお前。おら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 、おー、船いいですね。今回ちょっと FFAR じゃ F… あーあかんだ、リジャックが発動、うまいこと発動してますけど、なんだろうな、フリーフォールのリジャックそんな強くないって多分わかると思うんですけど、周りも敵だらけじゃないですか。誰も助けてくれないっていう、十中八九殺されるっていうね。そんなにいいアイテムじゃないんで、SMG とか、 SMG じゃない、ショットガンとかマーシャル持ってたらリジャックおすすめします。マーシャルのね、リジャックとか最悪でしょ。起きた瞬間マーシャルとか、うわ、ふざけんなみたいななると思います。さあ、よいしょっと1キル、カタカタ、よいしょっと11キル11です。なかなかやばそう。よいしょっと登っといてと。手前いたよね、感じ。あれやりに行こうか。よいしょっと、オッケー、やらせてください、お願いします。ありがとうございます。さあ、リジャック溜まりましたね。溜まったけど使う予定はない。さあ、来るかな、こっちはいない。手前いる。そうです。よいしょっと、いやー、このエイム力、このエイム力見ましたか、先ほどの皆さん。相当なクソエイムですよ。何やねん、ほんまに。ほんまに。いやー、クソエイムねー。ちょっと ICR でクソエイム、ちょっと恥ずかしいな。よいしょっと。あっち行くかな、あっちいるね。よいしょっと。オッケー。よし。よし、ちゃんと打ち落としといてと。どこ行こうかな。これね、端っこら辺がやっぱ強いんですけど、ちょっと ICR 今回ファストマグついてないからめちゃめちゃ来られたら困るんですよね。そう。よいしょ。いるけ、あー、こっち来るかな。カモン、うん。来ないね。いやー、ちょっと待って、なんでそっちいる。いやー、あそこのポジション取られたか。いますね。よいしょ、これ落ち着いて1キルしといてと。さあ、なかなか、スクワス力溜まってないですね。ちょっと今回アンテアップ持ってきたんですけどー、アンテアップちゃん。よいしょ。奥さん、よーし。オッケー。これぞディジャックの力。そのアンテアップ持ってきたんですけど、あんまり活躍してない。そのアンテアップって言ったら何、なんだって言ったら、150ポイントか。ちょっと待って、いるで、さっき。ちょっとリロードしといてと。来るかな？手前いますね。これやりたい。これをやっときつつ、無視しとこうか。まだ来るかな？
安定アップっていうのは、あのディスした瞬間に150ポイント、もはやもうスコアストリックポイントが溜まってることですね。はい、結構あの有能ですので、ぜひとも、ね、皆さん使ってみてはいかがでしょうか。さあ、というわけでちょっと今回雑談というわけでやっていきたいんですけど、いるね、いたね、いるかな。今回ちょっと雑談ということで持っていきたいんですけど、昔ね、高校生の、まあ、ちょっと皆さんイヤホンお願いしますね。高校生の頃なんですけど、あの友達すごい陰キャラとまではいかないんです。やっぱ無口な子いたんですよね、部活動中に。で、まあ、あの夏の合宿とかになった時にやっぱみんなで見るじゃないですか、エッチなビデオ、ね、お前何が好きみたいな、何のジャンルで検索するってなった時に、その無口だった少年が急にスカルファックって言い出して、はって、何それみたいな、俺らめちゃめちゃエロいけどそれ全然知らへんでみたいな、自分らでちょっとめちゃめちゃエロいっていうのはあれなんだけど、あのスカルファックって何みたいななって、でちょっと調べてみたらもうおぞましい光景でしたね。本当にあれだけはちょっと検索してはいけない何かじゃないかなと思います。はい、いやー、というわけでね、スカルファック知ってる方います？ちょっと知ってる方いたらぜひとも、あの皆さん、コメントしてほしいんですけど、スカルファック知ってる方いたらぜひともコメントよろしくお願いします。あー、いますね。これちょっと使えないですね、自弱。うわー、こういう方、こういう風に自弱だから死体打っていいみたいな、あー、自弱かと思ったらごめんみたいな方をちょっと今回やっていくわけなんで、はい、ああいう方ぜひともいてほしいですね。ちょっとなんか立ち回りがおかしいですね。いやー、本当に最近ちょっと立ち回りがね、なんかね、ガバガバって言ったらおかしいんだけど、どうしてもちょっと妹的ポジションになっちゃってるんですよね。なんだろうな、そのマーシャルとかもそうだし、なんか一発で死んじゃう系の武器最近多いじゃないですか。おかげでこっちの立ち回りガバガバになっちゃったっていう、そう、あれが怖い、本当にマーシャルとクロスボウが怖い最近、うん、あとスカルスプリッターかな。よいしょ、いるね、顔出せ、こっち来るかな。いやー、いつ死んだか、かわいそうに。ゴリン銃いるね、手前。あ、いたやっといて、これやりたい、オッケー、やっといて、やっていきましょう。ファニーキルカムタイムというわけで、死ぬぞ、俺すぐ死ぬぞ、死ぬ、ちょっと待って、やめてくれ、オッケー、死ねましたね。さあ、というわけでやっていきましょうか。うわー、ここのリスやばい、ちょっと待ってよ。さあ、というわけで、殺しに来た敵をそのままファニーキルカムやっていきたいと思います。よいしょ、ここら辺かな。おーい、カムヒアー、あ、来たね、いいですね、カモン、よーしょ、で、ジャック来た瞬間にスパイに行けるかも、よーしょ、オッケー、来た、あー、危ない、というわけで、こんな感じですね。はい、壁についた C4 で、そう、これでジャックしといて、敵さんは T マスクつけてるにもかかわらず止まらない。はい、というわけで今回はこういう感じでファニーキルカム撮ってみました。よければね、皆さんやってみてください。ご視聴ありがとうございました。いるわ、どうしようかな、やっぱここしかないよね。よいしょと、カモ来いよ、誰かいいよ、来いよ、いたわ、よかった。いやー、こっちか、来へんのかな、ここでやろうか、来いよ、誰かカモ、いやー、あっち行ったか、あそこでやろうか、いや死にたくねえしな、やっぱあそこでやるしかないな。わーわーわー、それマジ、ほっ、わー、マジかい、お前それはなくない、お前それはなくない、最高の企画潰しだけどいける、まず俺から行くわ。お、頼んだぞ。はい。人を減らしてくれることは。いいよ。いいですよ。はい、入った。よし。オッケー。イエーイ。いやちょっと待って、いや違う。これ三角押してバツ押してに話した時だけから。
感覚をしてバツ。ほらほら、え、パラシュートないの？待って、パラシュートないの？あんた待って、お前ふざけんなよ。